経営学、時事解説、人材育成、ビジネスメソッドをあなたに届ける新時代ストラテジーチャンネル。はい、こんにちは、白塚です。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回はお金と幸福感の関係というテーマのお話を聞いていただきたいと思います。例えばこういう日本語があったりしますよね。お金より幸せの方が大事だとかね。お金と幸せはどちらが大事なのか、お金よりも幸せの方が大事だとか、そういう日本語があったりします。で、これは、おそらく、従業員の方にとっては非常に大事な問いなのかもしれないんですよね。従業員の方であると、お金と幸せっていうのは、どっちかを取ったらどっちかが取れなくなるという感覚があるのかもしれません。で、なんで従業員の方はそういう二者択一に考えがちになるのかって言えば、お仕事で売ってるものが自分の時間だからなんですよね。従業員の方が売ってるのは結局自分の時間なわけですよ。労働力を売ってるっていう言い方もできますけれども、究極、ご自身の時間を売ってるわけですよね。それを時給とか日給とか月給という形で時間を売っているわけです。で、そうすると働く時間を増やせば増やすだけ、例えば残業するとかね、休日出勤をするとか、そういう働く時間を増やせば増やすだけプライベートの時間は短くなるということですよね。だから働く時間を増やせば増やすだけ、お金はもらえる。例えば残業代もらえるとか、休日出勤手当をもらえるとか、働く時間を増やせば増やすだけ、受け取れるお金は増えるんだけれども、その代わりプライベートの時間が減っていってしまうということですよね。で、逆に例えば休日出勤は一切しないとか、残業はしないと、働く時間を減らしていけば減らしていくだけ、受け取れる時間は受け取れるお金は少なくなるんだけれども、しかしプライベートの時間は長くすることができるということですよね。なので、従業員の方は結局ご自身の労働力を売っているわけで、究極ご自身の時間を売っているわけなので、結局仕事とプライベートっていうのを二者択一になりがちなんですよね。だからお金と幸せでどっちが大事なのか、でお金よりも幸せの方が大事だとかね、もしくはそのお金と幸せのちょうどいいバランスを考えましょうということで、ワークライフバランスという考え方が出てくるわけですよね。でも、このことに関してはもうそれぞれが考えていただければいいと思うんですよ。国が働き方改革っていうので考えていけばいいし、会社の社長とか人事担当者が考えていけばいいし、もしくは各個人がですね、どこで働くか、どこで仕事をするかっていうことで、お金と幸せっていうのをどの辺で折り合いをつけていくのかっていうのはそれぞれが考えていけばいいと思います。で、今回はその従業員の方のように時間を売ってお金を受け取るというその感覚ではなくて、経営者にとってのお金と幸福感の関係というのを考えてみたいと思います。経営者にとってお金と幸せの関係ですよね。お金と幸福感の関係というのを考えてみたいと思います。で、そうすると経営者の場合は従業員の方に比べるとはるかに簡単なんですよね。簡単っていうか、すごく単純に考えることができる。シンプルに解釈することができるということです。なんでかっていうと、経営者は自分の労働力を売ってるわけではないわけですよ。労働力の対価として役員報酬を受け取ってるわけではないですよね。そうじゃなくて、経営者っていうのは結果でお金を受け取る立場の人間です。ですから24時間365日休みなしで働いたとしても、結局売り上げが立ってなければ、役員報酬を受け取る資格はないわけですよね。要するに経営者としての仕事をしてないわけですから。ですから24時間365日全く不眠不休で休みなしで働いたとしても、結局売り上げが立ってないっていうんだったら、その人は役員報酬を受け取る資格はないわけです。逆の言い方をしたら、例えば全然働いてなくて遊びまくっていたとしても、会社の方が結果が出てると、ちゃんと売り上げが上がって利益が出てるという状態、仕組み、システムっていうのを作ることができているのであれば、その経営者はすごく多額の、ね、役員報酬を受け取る資格はあるわけですよね。そのちゃんと、ね、売上が上がる、利益が出る、そういう会社の仕組み、システム、組織、そういったものを作ることができたというのであれば、ね、それは、ね、結果に対してお金をもらっている経営者としては多額の役員報酬を受け取る資格があるわけです。だから従業員の方が時間を売っているのに対して経営者としては、ね、結果を売っているわけですから、ね、その結果を売ってる経営者にとってとのお金と幸福感というのは非常に単純ということですよね。ものすごいシンプルということです。簡単に言ったら、ね、一致するということです。ね、お金の状態が良くなれば良くなるだけ、ね、幸福感もどんどん上がっていくということですよね。お金の状態が、ね、厳しくなればなるだけ幸福感も小さくなっていくけれども、お金の状態が良くなれば良くなるほど幸福感も上がっていくということですよね。だからすごく、単純というかすごくシンプルという、ところがあります。ただ、ね、成功している経営者でもやっぱり大事なのはお金じゃないとかね。お金よりも幸せの方が大事だっていうようなことを言ったりする場合もあるんですよね。すごく成功している、それこそ本人自身はすごくお金持ちになることができている経営者だったとしても、大事なのはお金じゃないとか、お金よりも幸せの方が大事だとかっていうようなことを言ったりする場合があるんですよね。その言葉って一体どういうふうに解釈したらいいのかっていうのが、今回の一番話の中心ということになります。で、そのことを説明するためには、ちょっとね、最初に例え話っていうか、ちょっと一つの例っていうのを挙げてみたいと思うんですね。で、それはね、ビールと幸福感の関係っていうのをちょっとね、先に紹介したいと思います。この感覚っていうのが経営者にとってはそのままお金と幸福感の感覚にすごく近いと思うんですよね。はい。ということで、ビールと幸福感の関係というのをちょっと最初に具体例として見ていきたいと思うんですけど、前提として、まずこの人はビールが大好きですということですよね。この人はビールが大好きですと。だからビールを飲めば、ね、幸福感を感じることができる人ですということですよね。そして、すごく喉が渇いている状態ということですよね。すごく喉が渇いているので、ビールが飲みたいと思っているということですよね。そして、ね、ここで挙げている数字っていうのは何か科学的な根拠があるとか、なんかね、統計学で証明されている数字ではなくて、あくまでも感覚的な数字と、ね、その数字の、ね、正確さっていうのは、とりあえず置いといて、ね、大体こんな感じの感覚で捉えると分かりやすいんじゃないかということですよね。この人はビールが大好きで、ビールを飲めば飲むだけ、幸福感が感じることができる人ですということですよね。で、大体こんな感じで感じるっていう感覚値として、数字を上げているということです。そしたら、喉が渇いています。ビールを飲みたいですと。ね、で、今ビール0杯ですよね。まだ飲んでない。ビールまだ飲んでなくて、喉が渇いている状態ですということです。そしたら、当然幸福度は0点ということになりますよね。この人はビール大好きで喉が渇いててビールが飲みたいんだけど、まだビールを一杯も飲んでない、ビール0杯の状態の時は幸福度が0点ということですよね。で、それでやっと待望のビールを一杯飲みましたと。ね、すごく喉が渇いててビールが飲みたかった。で、ついにビールを最初の1杯目飲みましたと。そしたら一気に幸福度が50点まで上がりましたということですよね。そうするとビール0杯からビール1杯の間で幸福度が0点から50点に上がったわけですから、プラス50点になったということですよね。で、今度はビール2杯飲みましたと。おかわりしましたと。ビール2杯になりましたと。そしたら幸福度が75点になりましたということですよね。そしたら50点から75点に幸福度が上がりましたから、プラス25点になりましたと。で、またおかわりをしましたと。で、ビール3杯飲みましたと。で、そうすると幸福度が88点になりましたと。で、プラス13点、75点から88点で、プラス13点になりましたと。で、またおかわりしましたと。で、ビール4杯になりましたと。そうすると幸福度が94点になって、ね、88点から94点になったので、プラス6点になりましたと。こんな感じですよね。もちろんそのビールっていうのは飲みすぎると、ね、なんかね、酔っ払ってしまうとか、酔いが回るとか、体に良くないとか、今回はそういうね、小難しいことは一切置いといて、要するに、ね、どんな感じで幸福度が上がっていくのかっていう、その感覚みたいなのを、ね、確認していただければいいと思うんですよね。一番この人がビールで、ね、幸せ度が大きくぐんと上がったのはいつだったかっていうと、ビール0杯の状態からビール1杯の状態だったわけです。ね、でそれで、ね、幸福度0点が幸福度50点に一気に50点になってるわけですから、プラス50点なんですよね。ね、喉が渇いてて、あ、すごくね、ビール飲んで、やっぱりビール美味しいなっていうことで、ね、幸福感が一気にプラス50点になった。おそらくこの人にとって一番大きな幸福感っていうのは、最初の1杯目のビールだったという感じだと思うんですよね。あとはね、どん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 幸福度は上がっていくんだけど、そのね、1杯目から2杯目、2杯目から3杯目で幸福度が上がっていくんだけれども、そのね、最初の1杯目ほどプラス50点みたいな、そういう大きなね、幸福感っていうのは感じないというような感覚ですよね。で、これが経営者にとってのお金と幸福感の関係にすごく近いんだと思うんですよね。で、今度はまあ似たような感じでお金と幸福感の関係ということで見ていきたいと思います。ここに、ね、書いてある数字っていうのはあくまでも、ね、感覚をつかむための、ね、数字であって、ね、それこそなんか経済学で証明されてるとか統計学で出てるとか、まあ、そんな数字では全くありません。まあ、大体こんな感覚で、ね、いいんじゃないかなっていうか、感覚がつかめるんじゃないかなっていうことですよね。だから全然こうね、科学的根拠のある数字ではないんですけど、しかしね、そんなに大きく外れてる数字でもないと思います。ね、まあ大体こう参考になるような数字じゃないかなっていうふうに思うんですよね。例えば経営者がね、役員報酬ゼロですと、ね、まだね、全然結果が出てないから、ね、役員報酬を受け取る資格がないということで、まあ、役員報酬が0円ということですよね。で、そしたら当然幸福度も0点ですということです。そして役員報酬が500万円もらえるようになりましたと。そしたら幸福度は50点になりましたと。ね、そしたら役員報酬0円の時と500万円で幸福度が、ね、0点から50点で、まあ、プラス50点になりましたということですよね。で、役員報酬が500万が1000万になりましたと。で、1000万になったら幸福度が75点になりましたと。ね、プラス25点になりましたと。ね、で、役員報酬が1500万になりましたと。で、そしたら幸福度が88点になりましたと。で、プラス13点になりましたと。ね、で、役員報酬2000万円になりましたと。ね、そうすると幸福度が94点になりましたと。ね、前回よりもまあプラス6点になったという感じですね。おそらく経営者にとってのお金と幸福感っていうのはこんな感覚じゃないかなっていうふうに思います。ね、そうすると大体役員報酬2000万以上になるとあんまりね、そのお金と幸せっていうのがね、連動しなくなるっていうか、ね、確かにね、お金は増えてるんだけれども、それに伴う幸せが大きく増えるっていう感覚が、まあね、小さくなってるという感じだと思うんですよね。だから大体そのね、役員報酬2000万ぐらいっていうので、まあ、結構こうね、まあ、満足するというか、まあ、お金に対してそんなにね、こうガツガツしたやる気っていうのを、まあね、出さなくなる。まあ、その、まあ、一つのね、区切りっていうのが役員報酬2000万という数字じゃないかなと思うんですよね。で、これぐらいになると、ね、どんな経営者だったとしても、やっぱりこう理念とかビジョンとか、ね、ミッションとか、まあ、そういったことを自然と考え始めますよね。それまではそんなことを考えてなかったとしても、まあ、いざ本人が、ね、役員報酬2000万ぐらいもらえるぐらいになると、まあね、自分一人の幸せではなくて、ね、例えば家族の幸せだとか、ね、社員さんたちの幸せだとか、地域社会への貢献とか、まあ、そういったことっていうのを自然と考えていく。ね、なんでかって言ったら、まあ、この数字で言うならば幸福度94点ということでもう相当満たされているわけですよね。まあ、自分自身に不足感っていうのがすごく小さいわけですよ。ね、だからもう自分自身は十分満たされてると、ね、すごく幸せを感じることができてると。だから自分一人が幸せになるんじゃなくて、ね、家族にも幸せになってほしいし、ね、社員さんたちにも幸せになってほしいし、ね、地域社会にも貢献したい、みんな幸せになってほしいみたいな感じで、まあ、理念とかビジョンとかミッションとかっていうのをまあ考え始めると、まあ、自然とね、大体みんな2000万円ぐらい超えてくると、ね、自然とそういうね、次の段階っていうのを考えていくということですよね。まあ、逆の言い方をしたら、ね、2000万未満の時っていうのはあんまり理念とかビジョンとかミッションっていらないんですよね。いらないんですよ。で、そういうこうね、難しいことを考えなかったとしても、単純にお金持ちになりたいとか成功したいとか夢を叶えたいとかっていうぐらいで全然いいということです。ことですよね。で、それまではもうね、自分はお金持ちになりたいから頑張ってるんだとか、成功したいから頑張ってるんだとかっていうので、ね、まあ、結構自分の欲に正直な方が逆にこうね、年収2000万とかぐらいまでは到達することができるということですよね。ただ、年収2000万ぐらいになってくると、もう自然と、まあ、自分は結構幸せだと、かなり満たされていると。だからね、自分だけではなくてみんなにも幸せになってほしいみたいな感じで理念とかビジョンっていうのをまあ考え始めるというのがまあ自然なところなんですよね。で、これがまあね、成功してる経営者の人たちが言う、ね、大事なのはお金じゃないとか、ね、お金よりも幸せの方が大事だっていうのはこういう感覚なわけですよ。要するに本人としてはもうかなりの部分、お金で満たすことができる欲求に関してはかなりの部分でも満たすことができてるということですよね。まあ、それが成功してる経営者が大事なのはお金じゃないとか、お金よりも幸せの方が大事だとかっていう、まあ、言葉の解釈として捉えていただいていいと思うんですよね。ただですよ。それでも冷静に見ると、やっぱりお金がね、大きくなればなるだけ、本人の幸福度の絶対量は大きくなってるっていうことをちゃんと理解しておくことが大事なんですね。ね、確かにそのね、同じ500万円ずつの、ね、均等な、ね、数字を並べてるんですけど、幸福度の増加分ですよね。その増加する幸福度は確かに小さくなってるんですよ。最初はプラス50点だったのに、次はプラス25点で、次はプラス13点で、次はプラス6点で。じゃあもし役員報酬2000万が2500万になったらどうなるかって言ったら、まあ、役員報酬は500万増えてるわけですけど、まあ、幸福度は94点が97点みたいな感じで、プラス3点しか増えないと。なんかこんな感じなんですよね。だから、ね、確かにね、その500万円っていうお金がね、増えてるのにかかわらず、幸福度は50点、25点、13点、6点ということで、増加分は確かに小さくなっているんですけれども、しかし、冷静に見ると、やっぱり幸福度の絶対量は増え続けてるってことに、ね、気づく必要があるんですよね。最初は幸福度0点でした。それが50点でした。で、75点になって88点になって94点になって97点になってっていう感じでいくと、幸福度は確実に上がってるんですよ。だから経営者にとってのお金と幸福感っていうのは基本的には一致すると。お金に余裕があればあるだけ幸福感も大きくなるっていうふうに言っていいんだと思うんですよね。で、そのことっていうのをしっかり理解しておくことが大事です。なぜかっていうと、人はですね、その心の中に矛盾が生じると一番苦しいんですね。心の中に矛盾が生じると一番苦しいんですよ。例えば今回のお金と幸福感の関係で言うならば、ね、お金は稼ぎたい。だけど、ね、大事なのはお金じゃないとかね。お金よりも幸せの方が大事だとか、要するにお金稼ぎたいっていう気持ちもありながら、ね、しかし大事なのはお金じゃないとか、お金よりも幸せの方が大事だとかっていうふうに、ね、矛盾した、ね、感覚っていうのを心の中に作ってしまうと、これが一番最悪なんですよ。結局お金欲しいのか欲しくないのかっていうのが、ね、自分の心の中で矛盾ができてしまいますよね。お金がね、増えれば増えるだけ嬉しいのに、だけど、いや、お金が増えれば増えるだけ逆に幸せが減ってしまうとかね、大事なのはお金じゃないとか、っていう風な観念を持ってしまうと、心の中で矛盾が生じちゃうわけですよ。結局、ね、いや、じゃあ、だったらお金欲しいの欲しくないのっていう話になってきて、うん、お金欲しいんだけど、お金持ちになればなるだけね、不幸になっちゃうかもしれないからな、みたいな感じになると、やっぱりね、その人っていうのは一番苦しい状態になるんですね。そういう、こう、中途半端っていうのが最も、まあ、苦しい人生。結局お金稼ぎたいのに、まあ、経営者っていうのはお金稼ぎが仕事ですよね。株主から、ね、あなたが、ね、会社を経営して、ね、会社の利益を増やしてくださいって言って株主から、ね、委任されてるのが経営者ですから、ね、だからお金を稼ぐために結局仕事を任されてるわけですよね。株主からね、仕事を任されているわけですよ。だからお金稼がないといけないのに、いやでもね、大事なのはお金じゃないしなと、お金持ちになればなるだけね、不幸になるかもしれないとかね、お金持ちになればなるだけなんか不幸になった人たちがいるとかね、なんかわけのわからないね、そういう矛盾っていうのを心の中に使ってしまうと、お金欲しいのにお金欲しくないみたいな、そういう矛盾が生じると、結局その人っていうのはね、経営者なのに稼げないというね、すごいこう最悪の状態になってしまうんですよ。だから大事なのはお金に関してはもちろんなんですけど、全てのことに関して同じですけど、今回のお金に関して言うならば、やっぱり矛盾っていうのを作っちゃダメなんです、心の中でね。お金欲しいんだったら欲しいで一本化しないといけないんですよ。稼ぎたいんだったら稼ぎたいで一本化しないといけないんですよ。だからお金持ちになればなるだけ幸福感はどん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 上がっていくっていう風にね、一本化させるっていうことが大事です。心の中ですっきりさせるってことがすごく大事なんですね。だからよく見てみると、確かに増加分は小さくなるんですよ。確かに増加分はね、もしかしたら役員報酬0円の時から役員報酬500万になった時が一番大きくね、差があるので、それで一番大きな幸福感を感じるかもしれないんですけど、しかしよく冷静に見ると、総量は幸福感の総量は大きくなっていると。で 0.50 点、75点、88点、94点と確実に大きくなっているんですね。だからお金が欲しいとか、お金を稼ぎたいと、ね、自分は経営者だからお金稼ぎのプロだと、お金儲けのプロだっていうことで、お金を稼げば稼ぐだけ幸せになれるんだっていうことで、お金に関して矛盾を作らないと、ね、一本化させると、気持ちをはっきりすっきりさせるっていうことがすごく大事だということです。これが今回の動画の結論ということになるわけですよね。だからお金と幸福感の関係っていうのは、経営者はお金持ちになればなるだけ幸福になりますということです。ね、そのことに対して、矛盾を作らないということです。自分は経営者なんだからお金稼ぎのプロなんだと。自分は経営者だからお金儲けのプロなんだと。そしてお金を稼げば稼ぐだけ、ね、幸福感はどん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 上がっていくんだと。もちろん自分自身にお金を使うっていうのはもちろんですけど、家族に対してお金を使ってあげる。社員さんたちに対してお金を使ってあげる。地域社会に対して、ね、例えば寄付とか納税とかっていう形でお金を使ってあげる。お金持ちになればなるだけ幸福感はどん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 大きくなるんだっていうことで、一本化させるっていうことがすごく大事です。そうすると、自分の心の中に、ね、矛盾が生じなくて、自分の、ね、夢願望っていうのが一本ではっきりしますから、その夢願望っていうのをしっかりと叶えていくことができるということですよね。だから経営者っていうのはお金と幸福感は一致しますということです。お金持ちになればなるだけ幸福感はどん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 大きくなるので、だから何の遠慮も躊躇もなく、ね、どんどんお金を稼ぎ、どんどん儲けて、そしてそのお金をね、社会の中でぐるぐる循環させることによって、世界経済とか日本経済にどんどん貢献していっていただきたいというお話です。はい。今回の動画ですね、あなたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は、4つの無料プレゼントというご案内をさせていただいています。なので、ぜひこの機会に4つの無料プレゼントを全てお受け取りいただければと思います。はい。最後までご視聴くださり感謝してます。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。